で、なんか、僕も、初めは基本的に見とったんやって、豊田さんの。やっぱ、ほら、最初、創価学会、日蓮召集のない、日蓮宗よって思っとったわけですよ、要するに。で、まず日蓮上人のことを、学会は、もうほんまに、創価学会を、もう本当に、もう、何て言うの、お金を取るだけ取って、で、首を切ったんだと。こんだけ供養した学会を、なんか小本堂まで壊して、で、そういうことをされたんだと。教学的にはもう僕は人生師でありたいから、まあ、それには傾倒しますけど、今度お米についてお伺いしたいんですけど、まず何について、行い。ああ、日蓮上人の、日蓮上人が別よ。はい、小本堂を壊したじゃないですか。あれがまず創価会にとったらもう流線行為なんですよ、はっきり言って。で、僕らもそうなんや。でその一つの中に、やっぱり僕ら、あの当時、牧養して、創価会とかも牧養して建てたじゃないですか。それを、池田先生が気に入らないっておかしいけど、まあ、池田先生をカットして、その払いせって、そんな理由じゃないですよ、そんな。学会が言ってるような。いやいや、僕らにとってはそういう理由なんやって。学会の立場から、もうこれ学会の立場から学会から洗脳された立場だね。洗脳された立場から言えばそういうことです。学会のビデオを見たり、僕らが教え込まれたっていう、教えてもらったっていう立場から聞いてください。それもそっちはもう違うんやっていう反応をするやろうかと、これから聞いてほしいんだけど、そういう牧養して建てたものですよね。たとえ池田先生が気に入らない、学会が気に入らないって言ったって、そんなものを壊す必要はないじゃないかと。ただ、管理するのにお金かかるかもしれない。お金かかるかもしれんけども、それを潰してしまう行動っていうのは、やっぱり、学会の心情から言ったら、ものすごいものがあるんですよ。それに関してはどうか。まずだから前提がおかしいって言ってんですよ。池田さんなんかに別に憎らしいとか嫉妬するとか、そんな必要全くないんであって、その前提を勝手に作り上げたんでしょ？日蓮上人の心の中見たんですか？日蓮上人の心、人間の心の中ってみんな知れるんですよ。そもそも日蓮上人に限らず。そうもできないくせになんで断定できるの？人の心の中なんで断定できるの？勝手に学会がシナリオ作ってるんでしょ、そうやって。学会の怒りを煽り立てるために。なんぼで見えるでしょ、そんなこと。例えば、この間のケースと同じですよ。夫婦が別れました。そしたら、お父さんが、長年住んでた夫婦で、一家で住んでた家を壊しました。奥さんが憎いからだったんだと。で、いくらでもそのシナリオを書けますよね。でもお父さんにしてみれば、今まで家族で住んでたそのスペースやそういうもの、いろんなものをいろいろ考えてみて、これやっぱりその今後維持していくのも大変だし、不要だと。単純にそういう理由で、もうこれはもう壊さなきゃならんなと。で、壊したと。それをお母さん方の親族が、あれ、私たちのね、それこそ、もしかしたらそれはさ、例えばもともとお母さんたちの親族の土地で、それをいろんな形の中で、まあ、贈与したとか、そういう経緯があったとしてだよ。それを壊した時に、旦那の心情をそうやって書き立てる。あ、言い立てるみんなで。あれはね、女房憎しの、そういうことでね、何々家憎しのそういうことで壊したのよ。同じですよ、そんなこと。宗門の事情も何も知らないくせに、まあ、そもそも、まず小本堂っていうのを維持するのに猛烈なお金がかかる。世界で 2体しかない建物ですからね。あの形式は。だから、一つは、まあ、代々木体育館もそうだけど、今まで人類がやったことないような形式で立ってるわけですよ。っていうことは、その安全性についての保障担保っていうものは、そう大きく取られてるものではないわけだね。大きく一つは言うのは。それで、学会員なんか今騙されてるけど、千年も持つのよとか、なんか千年持つのよとかって、婦人部あたり言ってましたけど、そんな、鉄筋コンクリートが出現してまだ100年、200年の世界ですよ。200年経ってないな。100年経ったぐらいでしょ？そんなね、研究データ一つも出てないわけだし、だからそれまず騙されてるわけ。大体その鉄筋の専門家たちに聞くと、
どんなに持ったって、鉄筋コンクリートっていうのは50年、どんなにメンテナンスしても、70年どうかと、まあ、50年って言ってたかな。50年ですよって。そもそもそういうものなん、鉄筋っていうもの自体がそういうもう、性質のもの。で、それをメンテするにはもう莫大な費用がいると。なんで、現時点でも超音波を維持するにはもう相当な金額が毎年かかっておったと。それで、さらにこれを20年、30年、50年と維持させるためには、10年だか20年に1回、もう大変な大工事をしなきゃなんないんだと。っていう、そういういろんなこの、専門家たちの意見なんかを勘案したわけだね、一つはね。それと、まあ、これはもう実際、実務上、もう莫大な数字でいた信徒がほとんどいなくなったわけですよ。そのおかげで、要は維持できるっていう、その資金がなくなってきてるのも事実なんですよね。一時注文。まあまあ、最盛期の学会がいた頃に比べたって、今、まだまだとってもじゃないけど、その資金ということでは足りないですよ、全然。そういうことももちろん事務上あると。そして、で、これをじゃあ維持していってずっと保っていくっていうことの意義はあるのかどうかってことですよね、今度。冷静に考えたときに。一つの建物をそこまでにする必要がある。しかも、その安全性だって本当に担保されてるもんでもない。老朽化していく。メンテルはかかる。それを支えるだけの供養も、まあ供養だな、はっきり言えば供養も上がってない状況。そしてもう一つ、興味的に一番深い問題は、これはご主人方も聞いてたかどうかはあれだけど、もう学会のコアの人たちにとってはね、池田さんが大上人の生まれ変わりであるってことは、相当前から刷り込まれてるわけですよ。池田本仏論っていうのは。そういう話は僕は調査さっきだもんね。うん。もっとね、コアの人たち。学会の中で、もっと中枢幹部たちね。もうこれはもう、まあもちろんそういう人たちの方の流れからも話は聞いてるから、間違いない事実なんだけど、文書としては残さない、ないとしても、もう、あらゆる角度を使って刷り込まれてるんですよ。だから、先生を守っていけばいいんだと。宗門じゃないんだと。いくら宗門って言ったって、所詮坊さんだと。池田先生はご本仏の生まれ変わりなの。結局こういう論理が仕上がってきてるんですね。もうそんなの昭和30年代後半から始まってることなんです。そして、それはこういう理屈なんだな。大乗人様は三大秘宝とおっしゃったけれども、三大秘宝が大事なことは当然なんだけれども、その本門の本尊を建立されたと。イコール本門の題目もその時に成立するわけだよね。だけど、本門の階段が未来に託されたんだっていう、こういう教義解釈をしたわけです。つまり、三大秘宝ってなってないわけなんだよね、学会の解釈だと。その二大秘宝だけは残されたけど、三大秘宝の最後の本門の階段は公然ルフに託されたんだからと。一見これはそうだなと思うんだけど、まあ、さっき言ったように大きな間違いで、階段の大御尊ご出現のその時その場が、もう階段大御尊がいついかなる本場所にあられようとも、字の上の階段なわけですよ。ただ、もう階段っていう儀に大聖人様は二重の儀を、仰せられて、公然ルフの暁の時に、それを自相の上で、明確な形の上で階段堂を建立して、そして公然ルフという宣言をしなさいという意味、二重の意味なんですね。ところが学会は送電がないもんだから、この二重の儀というのは読めないで、階段建立というのは未来なんだってずっとまあそう思い込んできて、驚愕的にもその流れで来た。まあその辺はもう明確な文献が残ってるけど、そうするとね、こうなってくるわけですよ。小本堂は、その、まさに、大乗人様がやり残した、字の階段の建立である。で、それは遠い未来じゃなくて、実はなんと、この、池田先生を中心とした、今のこの創価学会で成し遂げるんだと。成し遂げたんだと。
っていうことはどういうことなの？君わかるねってこういうふうに、まあ中央幹部には言ってくわけですね。うん。成し遂げられなかった方は成し遂げたんだよと。うん。池田先生ってどういう立場だかわかるよね。言わなくてもわかるよねってこういうことですよ。うん。大事、え、もしかして、え、ま、えっつって、え、大丈夫だ、名前変わるってことですかって言ったら、いいね、君は。人間革命したね、とかって言われちゃうわけですね。それで、結局、池田本仏論の象徴的な建物っていう意味が、実は、小本堂にあったわけ。で、異様に学会も小本堂を字の階段堂として認めろ、認めろって、日達商人に詰め寄っていったわけですよ、当時。そして、日達商人も、ある時期は、まあ、このペースで行けば、確かにこの10年、20年、30年ぐらいの間には、高専ルーフが本当に達成しうるだろうっていう、そういうお考えもあって、現時における字の階段であるっていう言い方で、まあ、その、ギリギリ逃げたんですよね。でも、現時における字の階段っていうのは、さっきの法義上の階段の大御存をしますところ、いついかなる場所、いついかなる時であっても、そこが字の階段であるって、その教義から言われたんであって、高専ルーフが達成したとは絶対おっしゃってないわけですよ。まあ学会はそこで、その、まあその時からだよね。日達商人に対して、その、まあ怨念を抱き始まるわけ。首脳部、池田先生も首脳部も。日達は、その、こっちの言う通りの形に最終的にはならなかったと。途中までは結構その、まあかなりその学会寄りのご発言もあったんですよね。で、まあ、そこで検証会、明神公が、浅井松永が、ちょっと待ったっつってこうよ飛び込んできたわけですよ。それはまあ、一にあったんだよね。今、高専ルフトを決めていいんでしょうかっていうことなんで。で、新田商人は、いやいや、今、確かに高専ルフトは言えないと。いうことで、階段の、小本堂は、蔵の形にしたわけですよ。本当の意味の階段の建立の時の、その、全世界に向かって開く形の建物ではなくて、まだ大御本尊をおしまいするっていう形式を取ったわけですよね。もうこれからして本当言うともう字の階段が建立したってことは言えないわけですけど、自創におけるね。ところが池田さんたちにしてみれば、これを何としても高専ルーフ達成した時の暁の自創の階段っていうふうにしない限り、自分が、まあまあ、池田先生がその本仏の生まれ変わりっていうことの証明にならないから、それで夢中にその日田商人に、まあ、執拗にですよ。今調べると、あの時の過去を調べるとね、執拗に日田商人ににじり寄っていって、そして最後、さすが、それはもう芸家様ですから、それは認めないっていう形で訓諭をしっかり残されて、それで亡くなられていくわけだよね。そうするとね、そうすると、小本堂には、皆さん方、まあ、言ってみれば、その末端の学会たちが知らない、もっと上層部、中枢部の連中にとっては、池田本仏論の象徴的な建物っていう、その、染み込んでるわけですよ。盲衆がね。なので、その、さっき言った、宗門行政上のいろんな客観的な判断もあり、そしてその法義上の一番の根幹の部分の問題もあり、そしてその盲衆が染みついたって言ったって、もし池田先生を中心に宗門のその教義信条、日蓮宗宗の正しい教義信条をずっと創価学会が続けていく限りはね、それはまあ大きな心で包み込んで持っていこうっていう、いくらでも後々共同できるし、間違った方向に進めば諌めることもできるから、大きな心で積み込んで進むつもりでいたわけだ。ところが、その一番の中心人物たちが、結局はもう、興味的に大暴走をしちゃって、もう、宗門からも、はっきり破門をされ、ってなった時に、その、盲衆の染み込んでる建物が、この、その建物に階段の大御本尊様をお守りさせるっていうかな、ご安置するということは、まことにこれは、その、まあ、ご父兄に当たるんではなかろうかと。いう、そういうご判断もあってだよね。これが総合的な判断ですよ。